はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、お対応料、陽介管理人です。お対応料、アルバイトの吉田です。はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします、はい。ということで、お対応料始まってしまいました。はい、はい。2017年、今日は1月の3日でございます。はい、はい。とりあえずですね、ちょっとお店開けてみようかなみたいな、はいはい、感じで始まったんですけど、意外と朝から忙しく、はいはい、このムービーもですね、今1時ぐらいですけど、はい、だいたい11時からか。そうですね、11時から開店したんですけど、誰も来ないかなと思ったらわんさかわんさか、はい、おせやおせやおせやの大盛況です。はい、まあ、福袋はないんですけどね。結構ご利用いただいて本当ありがたい限りだな。はい、ありがとうございます。いうことでございます。まあ、とりあえず挨拶にと思って、はい、この動画を撮らせていただいております。昨年はですね、私ども、まあ、新生おたえオーディオということで、前、社長、今の会長ですね、が退任をいたしまして、私が、バトンタッチさせていただいて、まあ、大体今1年半ぐらいということでございます。はい、で1年ぐらい経過したぐらいかな。で、まあ、最初はね、店長、今日はまあ店長お正月休みなので、そうです、改めて仕切り直しは1月6日からやりますけどね。はい、はい。1年ぐらいしたら、吉田君が、来て、はい、まあ、3人で回してるっていう感じだね、大体ね。そうですね、朝川君なんかもいるけどね、最近ね、はい、まあ、3、4人で回してるというような感じでございます。はい、まあ、なかなかですね、船出としてはですね、はい、はい、ちょっとなんかこんな感じではありますけど、はい、なんとか持ちこたえつつ新年を迎えられたということは、大変喜ばしいことだなというふうに思います。はい、まあ、それもこれもですね、まあ、一番ありがたかったのはやっぱりご常連様ですね。そうですね、はい、オーディオ、まあ、おたえオーディオずっと使い続けていただいているお客様にはこれはもう本当に感謝感謝の、去年なんか本当にお世話になりました。あとは、まあ、新規でね、はい、来ていただける方、はい、まあ、ブログなんかはね、大体、まあ、かっちゃんか吉田君が書いてますけど、まあ、ほとんど吉田君書いてるのかな今、うん、まあ、そういうの見てね、はい、来られる方もいるということでございます。はい、ので、まあ、そういった方にもですね、深く御礼申し上げたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、今年ということでございますね。はい、どうですか、まずじゃあ去年の振り返りはどうでしたか。そうですね、うん、1年間を通してやっぱりだん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 徐々に徐々にお客様が、うん、数が増えてきまして、うん、本当に非常に自分としては、うん、なんて言うんですかねはい、うなぎ登りじゃないですか。うなぎほど登ってない気がしますけどね。まあ大体、まあ、今最初は大体2日に1人ぐらいだったけども、今1日で5000人ぐらい来ますからね。そうですね、5000人。そんな来ない。来ないですか。まあまあ、でもうなぎ登りっていうことでしたけど、どうなんですかね、実感的にちょっとそれに近いものはあるのかもしれないかもしれないですね。そうですね、やっぱり一回やっぱり前の社長からスイッチした時にもうだいぶガクッと、はい、もうこのまま見放されちゃうんじゃないかなぐらいな感じだったんですけど、はい、まあ、コツコツやっていくうちに、まあ、ありがたいことに、はい、少しずつで、まあ、だから結構ゼロからの出発みたいなところもあったんですけど、そうです ね, ね、だからそういう感じは受けるかもしれないですけどね、本当にありがたい限りで、で、個人的な、まあ、今年、まあ、去年の、じゃあ去年の個人的なオーディオニュースみたいな、なんかありましたか。ニュースですね、はい、やっぱりこの後ろにちょっと映ってないですか。これですか。いやー、そうですね、こちらもちょっと部屋の真ん中にいると音がこれ音良くなるんですか。そうです、気分強い笑が笑が変わらないかもしれないですけど、やっぱり NS、ヤマハの NS5000
のニュースが大きかったんですかね。これね、そうです、見えますかね。いや、思いっきりかぶせてんだよ、俺ら。あ、そうです、僕の一緒にも、うん、NS5000 の復活。そうですね、これは結構ニュースでしたね、確かに。はい、やっぱりあの NS1000M から、うん、はい、あのロングセラーのスピーカーがまたこうして蘇ったっていうのは非常に嬉しいことかなと思いますね、うんうん、そうですね、はい、うん、まあ空気的に、はい、やっぱもうこれはもう期待も高まりまくって、はい、もう置くしかないかなと、そうですね、いうことで置いちゃってますけどね、うちも、はい、かなりですね、さすがだなって感じがします。すごい長い間チューニングしただけあるなと、はい、うん、嫌だって人いないだろうね、この音。そうですね、聞いてて嫌だと思うし、片腹少ないなと思いますね、うんうん、だからみんなにいい顔をする音ってさ、つまらないくなりがちなんだけど、はい、なんだけどつまんなくもないんだよね。そうですね、すごいと思いますよ、うん、さすが、あ、ヤマハってやっぱすごいんだなって、はい、改めて感じた。そうですね、うん、いう感じはしますね。なるほど、実に的確な、いやいや、お店思いなコメントでした。いや社長はどうでしたか。俺ですか、はい、俺はもうあれです、いろいろですね、オーディオニュースっていうかさ、はい、まあでも B&W、まあ、うちも置いてますけど802、はい、あと800、まあ、はい、ほんと素晴らしいなというふうに思ったし、はい、まあこの前もうちも入れさせていただきましたけど、TAD、はい、TAD の、ME1、はい、ね、値段が大体100万ぐらいですけど、上位機種と比べるとあれですけど、でも本当に TAD の音がするし、はい、いろんないいスピーカーだったり、まあアンプもね、いろいろありますけど、はい、なんかあれですね、個人的にはお対応、個人的じゃねえや、お対応オーディオとしては、はい、いろんな広がりが見せれた。例えばですね、フェーズメーションの視聴会とかも初めてやったしさ、はい、そうですね、うん、トライオードの視聴会も初めてやった、はい、あとは上杉さんと契約したとか、そうですね、TAD と契約しただとか結構劣化のごとく、そうですね、新しいことを始めて、はい、手を広げすぎてわけわからなくなっていると。そうですね。いう感じは、うん、なんかそうですね、まだ私どももやっぱり諸先輩方に比べたらもうまだまだっていうところなので、はい、ある方に言われたら20年かかるよ君って、うん、そうですね、はい、ということはあと18年と半年頑張らなきゃいけないっていうところ。そうですね、なんでサウンドポリシー、はい、お対応オーディオの音はこうですよというのは、はい、まあこれはですね、やっぱりいろんな機会を聞いたり、はい、いろんなそのもっと知識を得てそこから狙っていくものであって、はい、我々はまずそのお客様に対して、あ、これが欲しいな、この音が聞いてみたいなっていうものに対して 100% まず答えれるようにしたい、はい、うん、あ、これちょっと置いてないんですよねみたいなのじゃなくて、はい、うん、っていうような、まずはインフラですよね。そういうところをしっかり、やっていきたいし、だいぶそこはご期待に応えれるように、はい、なった気もするので、はい、そういう意味では意味はあったのかなとは思いますね、はい、この1年にね。そうです、うん、なんか年末にこうテレビにも、そうですね、出ちゃいましたけどね、はい、テレビ東京さん、はい、全国ネットですよ。はい、さすがに言われたけどね。さすがに、さすがに言われた。そうです、うん、まあ出たからどうなんだっていうね話もありますけど、いい、まあありがたい限りです。そうです、ありがとうございます、はい、まあそういうわけで、まあ今年のですね、お対応料にもぜひご期待をいただければと思いますね、はいはい、まあお店としてはですね、いろいろ、まあ、実際買い、だ、まあ、復活という私が責任者になった当初、やっぱりそんなに本当お客様ってあんまり見えなかったんですけど、はい、まあ、最近ありがたいことにいろいろ、まあ、ありまして、はい、なんか中古とか、
はい、下取りとかってやたら多くないですか最近。そうですね、最近非常に増えました、ね、ですよね、はい、うん、なんで見てる方は楽しいかもしれないですよね、ものがあこれ入ったんだみたいな。そうですね、入れ替わりが激しくなってきました、うん、そうですね、はい、うん、なんか去年の冬もケーブルが入ってきたりとか。そうですね、非常にたくさんのカルタスなどのカルタスもね、はい、入ってきたよね、うん、なんで、まあ、そういうことも含めてですね、はい、もうちょっとこうバラエティーというかな、幅も広げてやっていきたいなというふうに思いますし、はい、まあ、視聴会なんかもね、はい、いろいろと、まあ、やったことのないメーカーさんも含めて、はいはい、まあ、新春はネットワークオーディオなんかもやりますしね、はい、やっていきたいなと思いますね、はいはい、個人的なオーディオのこうなんか抱負とかあるんですか。抱負ですか、はい、今年はですね、はい、そうですね、そろそろ家で使ってるオーディオを全てオーバーホールに出したいな、うん、なるほど、ちょっと昔系のやつを使ってるっていうね、はい、そうですね、ちょっと古いの、うん、いうことですね、はい、うん、なるほどなるほど、そうですね、はい、気分一新して、はい、気持ちいい音でみたいなね、リフレッシュしたい、リフレッシュまたエイジングもね、そうですねあるですけどね、変えると変わりますはい、いうことでございますね、はい、はい、まあそういうわけでございまして、まだまだ至らない点ばかりですけども、はい、今年も、皆さん、全国のオーディオファンの皆さん、ぜひともよろしくお願いします。はい、はい、店長が、店長とは改めて撮ろうかな。そうですね、はい、長橋ね、ぜひぜひ、はい、という感じでございますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。